モモンガウィークリーニュースフォーカス。はい、こちらのコーナーはオートスポーツウェブの8月1日から7日までの1週間のオートスポーツウェブのアクセスランキング上位5位とピックアップニュースをお知らせするコーナーです。はい、たまにはあれ、皆さん携帯をいじってますね。珍しくちゃんと言ったのに。聞いてましたか？聞いてました。聞いてません。ちょっと集中してみました。集中足りないって言われたんで。あ、そうですね、重要ですね。はい、そうです、はい。先ほど緊急地震速報が、はい、動揺した我々、はい、動画班です。動画班です、はいはい、揺れなくてよかったですね。本当ですね、はい、2.3 ですか。はい、びっくりしましたね、はいはい、そんなこんなの、はい、第5位からお願いします。了解です。でまず第5位がフェラーリマッサにプレッシャー、非常な決断も。はい、はい、マッサさん、マッサさんプレッシャーかかってますよ。圧かかってますよ。圧なんか大変ですね。まだシーズン途中なのに。まあ、そうですね、ね、でもレーシングドライバーならそうですよね。はい、あるものですから。うん、はい、なんか結果につながってほしいですね。まあ、そうですね、うんうんうん、はい、続いて、はい、続いて第4位がスーティル、ハミルトンの本性が分かってよかった。本性ですか？本性です。あ、はい、はい、はい、まあ昔はすごい仲良かったらしい2人なんですが、うんうんうん、最近ちょっと、うん、ごめん、ちょっと思ってなるほど、いう感じみたいですね。なんか記事読んだらすごい、あ、そんな公にしちゃうんだみたいなことすごいこと書いてましたよね。うん、続いてすると流すんですね。まあ、個人のことには立ち入らないし。あ、そうですよね。ただ二人の喧嘩ですもんね。そうです、そうです、そうですよ、好きにやってくれればいいじゃないですか。なるほど、でもすごいアクセスするんですね。了解です。はい、続いて第3位が F1 見聞録、佐藤公也の可能性。はい、はい、ザウバーから若手ドライバーとして参加した佐藤公也君、はい、どうよと、どうよというところを、うん、巨匠赤井先生がちょっと踏み込んでおりますので、うん、ぜひご覧ください。はい、はい、続いて、続いて第2位が発表前におさらい、14年型 GT500 はどんな車両。はい、はい、いよいよ来週、はい、来週、来週だね。あ、来週ですね。はい、はい、公開される新しい GT500 の車両なんですが、はい、まあ、先日 NSX の記事等々もお届けしたときに、はい、あんまりこれどういう規定なのか、うーん、浸透してないなと感じまして、うんうん、なるほど、はい、まあ、おさらいした方がよろしいんじゃないかということで、うん、かなり詳しく載せてましたよね。あの、私が夜なべして。あ、そうですね、作成いたしました。よくわかんないモモンガにもわかりやすかったです。それはよかったです。はい、ございました、はい、楽しみですね。そうですね、はい、早く見たいですね。早く見たいですね、はい、はい、うんうん、オートスポーツウェブでは、はい、土速報を予想しようかなと思ってるんですが、金曜日に、はい、はい、いかんせん一人しかいないので、はいはい、一人でできることには限界がある。なるほど、そこは何卒ご容赦を。はい、はいはい、続いて、はい、第1位が動画、メルセデスの新 V6 ターボ、はい、数字は読めるでしょうよ。V6 ではないな。そうですよね、ちょっと違う、そうですよね、ちゃうやつになりますもんね。はい、はい、メルセデスの新 V6 ターボエンジン音公開。はい、はい、来年から実は F1 も、規定が変わりまして、うーん、来年からですね、まあ、エンジンというよりパワーユニットと呼んでいただきたい、うんうんうん、はい、複雑な機構になるわけですが、じゃあその音どうなのよ、うんうんうん、今の F1 ってものすごい甲高い音じゃないですか。そうですね、はい、じゃあどうなの、うん、ところで皆さんやっぱ注目しているようですね、うん、なるほど、はい、お、じゃあ続いてピックアップニュースを、はい、ピックアップニュースは今回2つ、まあ合わせ技1本で、あ、じゃあ流れで、はい、はい、ピックアップニュースが
GT300 参加条件変更、JAF 勢の地上高と給油を調整、はい、JAF GT 勢8mm 車高アップの影響はどれほど？ 8mm というとは思いません。あ、なんでですか？ 8mm でいいじゃん。あ、すいません。でも、合ってますよね。合ってます。はい。はい、ですね、次戦鈴鹿から、今年 GT300 ジャック勢がすごい強いじゃないですか。はい、うん、早いですね、はい、はい、でちょっと性能調整が、うん、スボの前にちょっと入ったんですけど、うん、はい、でもやっぱり買ったのは CRG で、うん、でしたわけで、はい、ワンツー、ジャフ3は誰でしたっけ。3はポルシェですね。あ、そうですね、じゃあワンツー、はい、ワンツー、はい、わけで、うん、鈴鹿から、はい、いろいろちょっと変わります、うんうんうん、JAF GT の方が給油が早いです、はい、なので、逆です。給油のガシャッと刺して、うん、ガソリンがわーって入るスピードが速いんです。これは多分、まあ、いろいろ話を聞いてみると、うん、そのタンクの作り方で流速が変わるらしくて、うん、速いらしい。なるほど、はい、何も違いがあるんですね。あるんですよ。へー、はい、で、JAF GT の車にはそのガチャって刺すホースのところにちょっとこう狭めて速さを調節します。おお、がまず1個、はい、で GT3 の車はタンク、うん、燃料タンクがもともとの規定通りで良くなるのでちょっと大きくなります。ああ、そうなんですね、はい、より長く走れるかもしれない。その分重くなるので、まあ、一丁一短なんですけど、うん、はい、プラス、JAF GT の、最低地上高なんで、うん、地上から、車体の底の間隔を、はい、8ミリ上げてくださいと、うん、今までいうお達しが出ました。車高上げてくれってことですか。そういうことです、うん、はい、でレーシングカーって繊細なので、うん、メールですか。大丈夫です。なので、8mm 地上高があると全然違うだろうなと思って、私が富士テストの時に、うん、JAF GT のドライバーにどうよと聞いてみました、うんうん、はい、で結果はオートスポーツウェブでご覧ください。この記事で、はい、はい、まあ、実際ちょっとレースしてみないとやっぱどうなるかは分からないですけど、まあ、今までのように独走ではないんじゃないかもしれないんじゃない。なんかちょっと濁しですよね。なんか状況によってはこう分かんないですけど、まあすね、まあ、厳しいんじゃねえですかねみたいな、まあ、そんな感じでしたね。まあレースは何事もやってみなきゃ分かんないんで、うんうん、まあ、レースをお楽しみ。なるほど、そうですね、はい、はい、じゃあ今週はこの辺で、この辺で、はい、はい、皆さんまた再来週お会いしましょう。